いや、久保がね、どこやるかですよね、シーズン中。ちょっとインサイドハーフ試してましたけどね、この前のアトレティコ戦。まあちょっと、あれはアトレティコのブロックちょっと頑丈すぎて、久保もちろん、ウィングの時よりボール引き出せてたんですけど、そっからのブロック硬すぎたんで、けどそれでもね、立体感あるロブパスというか、その辺の精度は結構惜しいのあったんで、いやちょっとあれアトレティコ強すぎ説ありましたけどね。でもちょっとアトレティコ見て思ったのが、ソシエダもちょっと3バックつうか、ちょっと後ろ3枚のソシエダ見たいなって思いましたね。いやアトレティコ相当質高かったっすね。アトレティコ強すぎるってめっちゃ思いましたもん。イモさん800円スパチャでございます。久保さんの優しさ溢れるクロスどうでしたか。ああ、あのフリーキックのやつですよね。いや、あれめちゃめちゃ良かったですよね。もう事実上のアシストみたいな感じになってましたもんね。いや、だからあの辺も決め切ってくれればめちゃめちゃいいですけどね。いや、ちょっと難しいっすね。ああ、そうですね。ジョアン・フェリックスもアトレティコ残ってますもんね、今のところ。あ、残る可能性ありますもんね。ああ、マフレズが抜けたところに久保だけふさ。いや、めちゃめちゃいいと思いますけどね。だから久保もどっかのタイミングでソシエダから出るっていうプランがね。ああ、でもマンチェスターシティのサッカー、なおさら久保合うと思いますけどね。やっぱりあのウィングに入った時の内側ガンガン取っていくタイプなんで、いやでもマンチェスターシティ多分抜けても強いっすよ、あれは。どう考えても、いやシティと久保は絶対合うと思いますね。あー、ヴィラの久保もちょっと見てみたい。じゃあ面白そうっすけどね。いやヴィラ相当強いっすよ、今シーズン。あれ、まあ昨シーズンの最後の方めちゃめちゃ良かったっすからね。確かにバルサとレアルに別れを告げたし、ラリーガでこれ以上ってあるのかな。いやーそうっすよね。けどなんかもうラリーガのイメージしかないっすもんね。いやー可能性、まあマンチェスターシティ行けたらめちゃめちゃいいですけどね。まあでもアトレティコでも俺面白いなって思いましたけどね。ただシメオネがね、グリーズマンと久保を同時に起用してくれるかっていうところはあるかもしれないですけど、全然最高だと思いますけどね。確かに久保的にはもうラリーガでステップアップするってなるとね、もう選択肢アトレティコしかないですからね。けどアトレティコいいですからね。アトレティコめちゃめちゃ良かったっすけど。いや今日グリーズマンの動き僕メモってありますもん。やっぱディフェンスラインにも落ちるし、サイドにも流れるし、あとやっぱあれっすよね。まあインサイドハーフの鉄則というか、プレスかかってないところでボール引き出して、で最後一番プレスかかるところでフリックできるっていうのがやっぱグリーズマンっすよね。いや久保もその才能あるんすけどね。ただちょっと相手のプレスかかってないところに落ちてくのがちょっとまだもったいないのかなっていう。それちょっとシルバーにやってもらえたら一番いいんだけどねっていうね。いやグリーズマンあれ異次元だったっすよ本当に。ああ久保ソシエダでインサイドハーフできるって証明して、代表でもインサイドハーフで使ってもらおう。確かにそうっすね。でもやっぱチームによってインサイドハーフの色も結構変わるんですよね。代表の4141が結構今割といいからな。日本代表の4141結構いいっすよ今。結構いつか、まあ、この前見た感じではですけどね。久保今日トップ下かインサイドハーフかっていう。まあ一応多分インサイドハーフなんですよね。で、守備の時は4411のトップ下だったんで。まあインサイドハーフなんですけど、相方のインサイドハーフよりも上目なのかなっていう。あ、久保は433の右ウィング。4231のトップ下をやりたいっていうのは代表の時に話していたね。ああ、やっぱ433だったらウィングがいいんだね。いや、それは、やっぱり433の右ウィングと4231の右ウィング違うっすからね、本当に。やっぱ433の右ウィングだと、隣のレーンにインサイドハーフいてくれるんで、久保ってパス出してそのまんまパス出した足で中侵入していくのとかもセンスあるじゃないですか。ね、433の方が多分右ウィングもインサイドハーフも多分やりやすいっすよ。ただワンアンカーがちょっとタスクが多くなるのかなっていう。で、そのワンアンカーのタスクを軽減させてくれるのがサイドバックが、偽サイドバックすることだと思ってるんで。だその辺アーセナルとかマンチェスターシティ天才的ですよね、入れ替わりの連動性が。だ気づいたらやっぱり361になってるというか、結局後ろ3枚になってるみたいな433なんだけど、冨安とかもね、そこのボランチの位置のクオリティとかめちゃめちゃ高いですからね。まあそれこそジンチェンコとかが、ね、出てる時とかもありえないぐらいなボランチよりボランチしてますからね。ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。